公共曲第1番に単調 TRV94 は、リヒャルト・シュトラウスが1880年16歳で作曲した公共曲4楽章からなり演奏には34分を要する。シュトラウス自身は番号を与えていないが、公共曲第1番とされることが多い。初演は1881年3月30日、ミュンヘン音楽アカデミーによって、 ヘルマン・レビの式で行われた。1880年のリハルト・シュトラウス。エルス・ディミリアス・シェンクルがシュトラウスは1880年2月にフリードリヒ・マイヤーへの指示を得ていた。公共曲の作曲は1880年の3月12日から6月12日にかけ、学校に通う合間に進められた。母親の手紙の中でシュトラウスは学校ではうまくやっています。 公共局はとてもよく進んで、4学章全部をちょうど書き終えました。スケリッツォは、送付ができていて、第1学章も、だいたい終わっていますと書いている。学章構成は、以下の通り。スコット・ウォーフィールドによると、2単調の公共局は、シュトラウスが、それまでの5年近くで学んできたのと同じ、形式プランに沿っている。両単楽章はまさしく、ソナタアレグロ楽章であり、 十分な展開部を備えている。感情学章も同じモデルを用いていて、スケルツォは典型的な二部形式に沿う。第一学章は50小節の緩やかな導入部で、始まり、後に用いられる、主題素材が配置されている。ウォルター・ウェルベックの指摘では、この導入部においてシュトラウスは、2小節の一つの主題を、ダミン B フラット 7E フラット B7AminC。 不明ダフラット F と続くワ音の連結の中で繰り返す形で転調の連続を持ち込んでいる。この調整の変点はこの公共曲の基本的には保守的な構想の中で際立っており、おそらくは後のシュトラウスを予示するものでもある。定時部は4分の3拍子に移って始まり、計画では第一主題と導入主題の素材が共に用いられる。この開始はまた、 シュトラウスの公共的作品において初めて昇進証明の展開部を含んでいる。この長大な小区分におけるシュトラウスの展開技術は基本的に素材を繰り返し様々な火星の局面を通過していく。この部分はシュトラウスが初めて成分的な形式の安定感を踏み越えた地点である。デビッド・ハーウィッツの指摘ではこの時シュトラウスは還元落法に 全く習熟しておらず、それは、木管楽器の処方に顕著である。聴衆の耳を捉え疲れや飽きを避ける、色彩的なスコアリングがあれば、第一公共曲のように、フィナーレの中間へいささか堅苦しい、小さな風画が置かれていても、作品は、実際よりも短く感じられただろう。これら近年の見解の一方で、ノーマン・デルマーは1962年の文章で、 この公共曲は本質的には終作である。それでもこれはよく書けていて、興味深い着想がいくつか見られると述べている。大歓言楽のためと記されているが、用いられる楽器は当時としては控えめである。ヘルマン・レビ。初演の指揮を担当した初演は、ミュンヘンのオデオンで音楽アカデミーの定期演奏会の一環として1881年3月30日に行われた。 指揮を担当したヘルマン・レビは、ミュンヘン宮廷歌劇場の音楽監督を1872年から1896年まで、勤め、リヒャルト・ワーグナーのパルジファルの初演を1882年に担当している。父親のフランツは、初演に深く関わっており、オーケストラのパートフすべてを筆者するとともに、オーケストラの一員として演奏した。フランツはレビが初演を指揮したことに、 大いに感謝し、どのように礼をすればいいかと尋ねている。レビは、迷うことなく、この偉大なホルン奏者を1882年のバイロイト音楽祭におけるパルジファルの初演に参加させる機会を逃さなかった。フランツは、ワーグナーの音楽に敵意を持っていたものの、息子のリヒャルトがバイロイトでパルジファルを感激するのを認めた。初演の表はとても好意的なもので、 1880年4月3日のミュンヘン新報紙では以下のように報じられている。音楽アカデミーの定期演奏会の3回目では、新作となるリヒャルト・シュトラウスの二単調公共曲が取り上げられた。先日の弦楽四重奏曲の披露によってすでに、この若き作曲家の有する並々ならぬ才能は注目を集めている。今回の公共曲も形式を扱う。 優れた能力と驚くべき、還元落法の技術を明らかにしていた。この作品が、どの点においても、真の独創性を自負する権利がないことは、言っておくべきだろうが、それでも、全体を通して、創作の苦渋をもたらさない、豊かな音楽的想像力をあらわにしている。その後、この作品は1893年8月5日に、フランツが指揮をし、シュトラウスも短期間バイオリンを、 ヒーティーターマチュアのオーケストラウィルデンガン・エルで取り上げられた。フランツはさらなる演奏によってここまでの成功をより高めることを望んだが、シュトラウスは作品に執着せず、これ以上の演奏には不適当として却下した。ウィルデンガン・エル・オーケストラは公共曲の実質スコアを寄贈され、独占的な演奏権も与えられた。その結果、この作品の演奏機会は、 極めて少ない。録音は数紙のみ存在する。ありがとうございます。